モントリオールカジノ・モンレアル・トバクは、モンレアルのノートルダム島にあるカジノ。3棟の建物よりなる。2棟は、モントリオール万国博覧会のために建てられた、フランスとケベックのパビリオンを改修したもので、残る1棟は後に増築したもの。元フランス館は6階建て、元ケベック館は4階建て。2013年に大規模改修及び増築が実施された。 3200台以上のスロットマシンと115卓のゲームテーブルある。4つのレストラン、4つのバー、会議場や宴会場としても利用できるキャバレーが1箇所ある。窓が多く天井が低いこという異例の建築様式で有名である。1年365日、1日24時間開いている。18歳以上のみ利用できる。2003年7月以降禁煙である。 従前の喫煙室は2006年5月に新しい法律により閉鎖された。所在地はカジノ通り一番地である。以下のゲームが提供される。このカジノはケベックカジノ会社が他の2つのカジノと共に所有する。この会社はケベック州政府の高企業であるロトケベックの子会社であり、すべての利益は州政府に返される。1994年4月。 ダニエル・コリベーがモンデアル・ト博場の機能で60万カナダドル買った。彼は3度続けて20のうち19の数字を当てた。彼は電子計算機と乱雑理論を用い数字順を予言したと言い張った。その後、ト博場が不備のある電気二次乱数発生機を用いていたため数字順は予知しやすかったことが分かった。実際のところ、 その電気機能は毎朝同じ手数を用いて初期化されていたので毎日同じ数字順を発生していた。彼は疑いが晴れたので賞金をもらった。ありがとうございます。